スマブラホモコン裏世界突入バグ。裏世界？ガチで言ってる？あ、これ投稿日結構2年ぐらい前やから、発売当初はあったんだな、多分裏世界。今アップデートも消えてるはず。ガチなのか？おわはははは！はい、皆さんこんばんは。ラリホンです。さあ、ちょっと今回は久しぶりに TikTok 回ということで、まあ結構幻の回ということで、そんなにね、シリーズ化するって言ってあんまりできてなかったんやけど、久しぶりに。割と3、4ヶ月ぶりな気がするけど、まあ、TikTok の動画を見ていこうということで、なかなか普段ね、ミリアンモンがね、まあ、TikTok とかね、インストールしなかったらね、見えると思うんで。で、一応投稿者さんのね、名前も出てると思うんで、気になった人はね、TikTok インストールして、その人のね、チャンネル見に行ってください。さあ、ホームコンカー、まず、うわ、これ、懐かしい。これ、スマブラ4 Wii U のホームコンカー。その前作はホームコン全然しなかったからな。あ、ウエスツも懐かしすぎ。あー、前作のホームコンこんなんやったんや。うまいなー。いや、もうウエスまで足上げてる懐かしすぎ。ちょっと感動するわ、俺。え、結構飛ぶんやな。て、この人がめっちゃうまくない？この人がもしかしてめっちゃうまい。いや、前作のホームコンも面白いですね。命をかけてキャッチボール。なんだこれ。あ、ザキのしまうでキャッチボールをするっていう遊びかな。うわ、後ろから押すな、お前。悪魔の子、おい。悪魔の子、悪魔の所業。これ完全に、めっちゃペースアップしてる。これおもろいな。ちょっと待って。これめっちゃおもろいよ。待って。これちょっとグーさんとやろう、今度。うわ、ステージ即死コンボやな、TikTok の。クソバズってるやん、これ。うお、うお。すげえ。いや、まあ、TikTok はレベルが高いな。お手軽即死コンボ。あ、スピリットやね。あ、すげえ。いや、スタンプ使うと、いや、こんなコンボ繋がるんや。あ、しかもしっかり繋がってるコンボカウンター。弟かまた何かやってるよ。お、あ、懐かしい。これ X ですね。これ僕やってましたよ。これね、箸ができる瞬間にやるとね、この大きな感じで出てくるっていう。で、ヨッシーで吸い込むと多分ね、さらに巨大化するっていう。今の巨大化スピリットなんてもう火にならんよ。ほら。今のスピリットの巨大化で興奮してるやつは、この時の X の興奮の方が。やっぱ一緒ぐらいかな。でもみんなのね、あの興奮は僕たちのこの X の興奮と多分一緒なの、多分な。いや、懐かしいね。ちょっと思い出補正でちょっとね、今生きちゃいましたけど。いや、おもろいよね、こういうバグはね。スマブラホームコン裏世界突入バグ。裏世界？ガチで言ってる？あ、これ投稿日結構2年ぐらい前やから、発売当初はあったんだな、多分裏世界。今アップデートも消えてるはず。ガチなのか？おわははははちょっとマジかよ、ガチじゃん。え、おー多分今やったら多分ね、そのダメですって言うと思うんやけど、ゼロキロで、ちょ、ガチじゃん。ちょっとマジかよ。いや、この動画と巡り会えて嬉しい。俺は良かった、最高。いやこんなん笑うしかないでしょ、もう。さあ、これも、これスマブラ 4U、Wii U やね。前作の。前作ホームコンはほんまに興味深いですね。全然僕ね、見向きもせんかったからね。さあ、おわ、あ、やっぱりロイは前作から飛ぶんだな。ホームランコンテストとはっていうタイトルやけど、ホームマッチはね、今作もそうやけど、一番ぶっ飛ぶ技がバットじゃないっていうね、矛盾してる。ホームランコンテストではないんだよね。いや、飛んでるな。6000いったよ。え、すごいなぁ。リトルマックザワールド？え？ザワールド。時は止まった。え？かっこいい。時は動き出す。え？うわめっちゃ音合ってるやんけ。懐かしいなぁ。今作はこんなことできない。あー、月光かの。少しこもね、これも前作ですね。懐かしいなぁ。前作は、踏みつけからの受け身とかができやんかったんでしたっけ？だから、こういうダウン連とかできるキャラは本当に強かったんですよね。多分そうやろな。前作は踏みつけから受け身できやんかった。この作からのはず、もう今が常識やもんでさ、ちょ、満喫してるけど、多分前作は、その踏みつけとか、で、多分受け身できやんかったはずやよね、マジで。IQ が高すぎた結果、お、考えてますね。あ、カウンターで、勝てる。
あの脳みそと体が追いついてないですね。スピリットを使った少しコンボ。お、やっぱスタンプやよね。かっこいい。スタンプえぐいかっこいいな。ルーフで即死コンボではないけど、なんだろうこれ、結構バズってますね。トロン、おおすげえ、発想力すごいな。こんなん思いつかん俺。はい、ってことでね、久しぶりに TikTok 見ていきましたけれども、まあシリーズ化したいんだけど、なかなかね、そのみんなの投稿みたいにね、動画探せないので、なかなかあんまりネタ探しが大変ということで、あんまり頻繁に上げれないんだけど、まあね、僕も結構 TikTok 好きで見てるんでね、面白い投稿とかあったらね、まあ、こうやって紹介していきたいなと思ってます。やっぱなんか、ね、TikTok 毛嫌いしてる人がおって、あんまりね、インストールしてる人少ないんですよ、スマブラ勢って。でも、TikTok すごい素晴らしいアプリで、まだ有名じゃないおもろい人とかね、そういうのを見つけるためにはね、すごいね、便利なアプリなんでね、まあ今回ね、見たね、投稿者さんのね、まああの、名前とかもね、よかったら YouTube でね、検索してみればね、チャンネルあるかもしれない。よかったらお願いします。はい、ということでね、TikTok からでした。また次回。はい、皆さんこんばんは。尺稼ぎ TV です。あのですね、その、僕 TikTok、まあ結構まあやってたんですよ。今もやっとるんちゃうのって思ってる方が多いと思うんやけど、実は僕ね、TikTok アカウント、あの、停止？凍結させられまして、いや、なんかね、特にこれといってね、問題は起こしてないんだけど、あの、生年月日を、まあ、2021年にしてしまったと言ったという、ちょっとそういう、別に何が悪いんか分からないんだけど、ちょっとまず、生年月日を2021年生まれにしたら、なんか、あなたは TikTok を使う年齢ではありません、みたいなことを、なんか怒られて、なんかめっちゃびっしり感じで怒られて、あ、なんか使えんくなったって感じ。なんかそれなりにね、あの、フォロワーも増えてきて、結構バズったりもしとってね、まあ皆さんから期待されとったんかもしれんけど、まあ突然失踪した理由はそれです。俺消したんじゃなくて、あの、消されました。でもまあ消えた理由はまあ僕にありますということで。いや、まさか、いや、ま、0歳とか使ったらあかんとか、ちょっとそれはひどいんじゃないですか。やり直しさせと、あのさ、やり直させてくださいってメール送ったんですよ。その、生年月日間違えましたって送ったら、メッセージは送れませんとか出てきて、何のための、もし何かあった時あのフォームやねんっていう。何のためにそんな用意しとんねんっていう。なんで送れやんねん。